党国会対策副委員長秋元司様。日本大学理事長、交友会会長、国際相撲連盟会長、日本オリンピック委員会常務理事、田中英寿さん。おはやす商事株式会社最高顧問、横綱審議委員、東西会会長、岡本明さん。日本体育大学理事長、松並健志郎様。日本体育大学学長谷川良昌様。
佐市滝添関講演会会長松山隆さん。代表を抑えまして元関脇増田山、
滋賀ゴールは安人さんです。お願いいたします。どうもありがとうございました。滋賀ゴールは安人さんから続きまして力士の皆様方からお賛美を受けていただきます。力士会会長第69代お得な白鵬翔さん、平成を代表する大横綱白鵬関から麻美が入りました。続きまして大関稀勢の里大関です。皆様ご存知のように先場所は最後まで優勝争いを繰り広げました。13勝2敗来場所以降スタートリが大きく高まってくる場所になります。今、両方の空間、何回か響いています。今、
梅場さんが入りました。それでは投げを切りました。三日月親方に花束の贈呈でございます。西方より入っていただきます。奥様滝添恵里様、お願いいたします。そしてお嬢様、長女の滝添聖也さん3歳、そしてお母様滝添佳子様、どうぞご容赦にお進みください。それでは、いただきます。どうしたね、あなたもどうぞご容赦ください。そして本日は、残念ながらこの場に来て、花束を贈呈することができませんでしたが、奥様、恵美様のお母さん、浅井房子様、先月闘病の末お亡くなりになりました。この断髪の日を大変楽しみにしていたと思います。本日は2年目の参加ということになりました。滝添恵里さん、滝添聖也さん、滝添佳子さん、そして本日は浅井房子さん、本日の皆様というあなたの登場でございました。どうもありがとうございました。今、慣れ親しんだ投げに別れを告げまして、改めて親方として土俵を継ぎました。三役、おむすびまで上り詰めた滝添剛力。滝添家の長男として、大分県は宇佐市に父、田本、母、よし子の間に生まれました。祖父の熱心な勧めで、糸口小学校5年の時に、万博相撲に出場、予選大会で優勝し、両国国技館の全国大会に出場しました。相撲人生のスタートです。そして宇佐市立北部中学校では平成5年3年生で中学生力士の頂点、中学生横綱になり、宇佐市市民栄誉賞を授与されます。そして全国からの勧誘を振り切って、地元の大分県立宇佐産業科学高等学校に進学。3年では全国高等学校相撲東西対抗大会で個人戦無差別級で優勝、さらに重量級でも優勝を飾りました。大学は名門日本体育大学、1年生からレギュラーを飾り、タイトルは大学4年間で通算17個、歴代4位の記録。宇佐市からは市民栄誉特別賞を受けました。中でも全国学生相撲選手権大会の優勝で学生横綱の称号を手に入れ、合わせて国体でも優勝し、幕下付け出しの資格を得ます。滝添は日体大で主将を務め、副将は宮本和也、後の剣岳でした。滝添と宮本は揃って宇佐市川部屋、現在の藤島部屋の名簿となります。平成13年3月初土俵のはずが、大きな悲劇が待っていました。その3ヶ月前、世界相撲選手権の試合で左膝前十字靭帯を断裂していたのです。5時間にわたる大手術を4月に受け、3ヶ月半の入院生活。記録上の初土俵はその年平成13年の2月場所でした。幕下15枚目で7戦すべて休み、実際の初土俵は翌11月の九州で、番付は幕下55枚目に大きく下がっていました。文字通りマイナスからのスタートになりました。その後滝添は猛稽古を重ねます。そして重量を決める大一番、平成15年初場所千秋楽です。重量の土俵に上がったのは自己最高位、東幕下3枚目まで番付を上げた滝添。ここまで4勝2敗、対するは西十両8枚目豊桜。滝添はすでに勝ち越しを決めていますが、重量昇進を確実にするにはもう一つ白星を重ねたいところです。
照明に明るく照らされた十両の土俵で大きな一番に勝ち越えが望みます。十両豊桜に挑む勝ち越え、さあ立ち合いです。いつものように仕切り線の上、両の拳を先に下ろした勝ち越え、豊桜を下から見上げます。対してゆっくり仕切る豊桜、片手を突いた、さあ立ち上がった勝ち越え、いい立ち合いだ、下からガツンと当たった、豊桜の胸に勝ち越えの頭がめり込みました。さらに下から押し上げる、いい形になりました勝ち越え、両肩が入った、もろ差し、滝沢一気に寄る、寄る滝沢寄る、万全の体勢、おっとここで豊桜、滝沢の頭を抱えました、強烈首投げに行った、滝沢どうする、崩れない滝沢、崩れない、こらえた滝沢、休まず攻める、攻める攻める、寄る滝沢寄った、そして右から救う豊桜、大手決まり手は突き落とし、滝沢滝添は実質所要8場所で十両に昇進しました。そして十両3場所目に優勝を飾り新入幕を決めます。幕内わずか3場所目には技能賞を受賞する活躍を見せ、翌場所平成16年3月にとうとう新三役東小結の座に駆け上がります。しっかり両拳を立ち合い、そして基本に忠実なお客さんのような仕組み、周囲からは順調すぎる出世街道に見えました。しかし実は幕下時代に大きな爆弾を抱えてしまっていたのです。靭帯断裂の左とは逆の右膝半月板の損傷、そして右膝手術の後の平成19年5月は0勝12敗の後3日の休み。しかしここで仙台師匠前武蔵川親方から限界まで挑戦しろという言葉を受け、また滝添は息を吹き返します。満身創痍の体でその後も3年以上幕内の場を守り続けました。しかし平成22年には中学時代からの腰痛が悪化、弱気になる滝添に対し藤島親方、そして前武蔵川親方からかけられた言葉は図らずも同じ、もう一度頑張れとも叱咤激励でした。滝添は稽古に励みます。ただ痛めつけられた体はどうしてもということを聞きません。十両に落ちても勝てず、番付は幕下へ、そしてとうとう左足はしびれ、その指は動かなくなりました。ヘルニアが悪化し、歩くことさえも苦しい状態です。平成24年3月大阪場所、滝添は幕下で最後の場所を迎えます。4番取って4つの黒星、7日目に土曜日に負け越しが決まってしまいました。ここで引退を思いとどまらせたのは、いつもは黙ってついてきた妻でした。逃げているようにしか思えない、その妻の言葉に滝添は最後まで取ることを決意します。結果は7戦7敗、三役の経験者が幕下で全敗するのは初めてのことでした。その時花道を下がる滝添に送られたのは、頑張ったよという長男からの精一杯の声でした。よく頑張った妻と長男、そして長女が見守る中で精一杯取った最後の黒星でした。引退は場所後の去年4月25日でした。くしくも大学以外も切っても切れない仲になっていた鈴木だけと重なりました。相撲生活22年、プロになって11年は精進と研鑽の日々でした。そして壮絶な怪我との戦いの日々でもありました。これからは滝添自身が親方となり、新たな人生を歩むことになります。モザイクのない真っ向勝負の押し相撲、愚直で武骨で常にひたむきな第二の滝添を育てるために、雷親方として未知の戦いが
これから始まります。皆様、新生牧原通りに拍手をお送りください。美しい黒星が出版されます。日刊スポーツ出版社からの